新型コロナウイルスの感染者数と死亡者数が世界で最も多いアメリカですがトランプ大統領がパンデミックの初期段階でその危険性を知りながら意図的に国民に伝えなかったことが明らかになりました昨日アメリカの著名ジャーナリストボブ・ウッドワード氏が著書のために行ったトランプ大統領との単独インタビューの内容が報じられました それによりますと、トランプ大統領は、アメリカでの感染が深刻化する前の2月の時点で、新型コロナウイルスの危険性、空気感染の可能性、感染力の強さ、インフルエンザよりも致死性が高いなどの脅威を把握していたということです。これは、アメリカ CNN テレビが入手した2月7日に行われたインタビューの音声です。インタビューの音声を吸っています。 日日後の2月10日のの月支持者集会では次のように発言していま,すまたウッドワード氏と3月に行われた別のインタビューでは国民がパニックを起こさないよう 新型コロナウイルスの危険性を故意にに低く伝えたたたとと語っていたことが明らかになりましたインタビューの内容が公になり昨日、トランプ大統領は記者からの質問を受け釈明しました。 ウッドドワード氏によるトランプ大統領へのインタビューは18回に及び著書は来週、出版される予定だということです。